5週間ぶりのレース、グリッド戻ってきました。今の気分はいかがですか？レースに、ね、戻ってこれたことはすごい嬉しいです。まあ、今回、ね、後方からの追い上げになってしまうんですけど、まあ精一杯1台ずつ、ね、抜いていきたいと思います。前にペースの遅そうなリュッツィとビルヌブがいるんですけど、これ早いうちにあの鋭いブレーキングかわしてほしいんですが。そうですね、オフライン側からのスタートなんですけども、まあ、リュッツィはそれも一緒だしね、1コーナーまですごい距離があるんで、まあ、加速が良くて、まあ、ブレーキングでね、チャンスあればどんどん攻めていきたいと思います。最後にこのタグマさんのですね、カムバックを待ち延びていた日本のファンに一言。本当にお待たせしました。今日どこまで行けるか分からないんですけども、とにかく精一杯最後まで走ります。応援しててください。ありがとうございました。いやあ、たくま選手の表情ね、かなり気合が入っているように見えました。はい、本当得意のコースですから、バンバンオーバーテイクして順位を上げていってほしいですよね。はい、そうですね、今日のねレースの結果っていうのが次戦のカナダグランプリの予選順位になりますよね。はい、ですからそういうことから言うと非常に大切なレースな。さあ、それではここから現地の河合さん、今宮さんに加わっていただきます。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。さて今宮さん、まず昨日までかなり気温が高かった、路面温度も高かったということなんですが、今日はどのようになっているでしょうか？昨日の夕方、夜半過ぎからですね、ちょっと涼しい感じになりました。今の気温 FIA 表示温度ではですね24度、路面は44度、ブリヂストンの実測ですと36度というふうに聞いておりますけれども、昨日のそうですね、この時間帯よりも5度ぐらい、低い曇り空ですね。心配されていました雨ですけれども、予報もどんどん刻々と変わって、山の中なんですけれども、夜の雨はかなり言われてますね。はい、そういった状況です。例年に比べれば暑いんですけれどもね、このグランプリウィークではちょっと今日は雲が出てる分気温的には低くなったなという、そういった現地です。昨日までは快晴ということだったんですが、今日は曇り空になっているようです。さて河合さん、はい、という24度、路面温度が44度ということなんですが、この温度がタイヤに与える影響というのはどうですか？はい、もちろんですね、高ければ若干タレとかですね、摩耗を促進することになりますけれども、それよりも選んだタイヤと実際に持ってきたタイヤどうなってんのかっていうことじゃないかなと思いますね。ミシュラン勢、今映っているハイドフェルド、そしてウェバーが固め、同じくルノーも固めのタイヤ、で他のミシュラン勢はソフトですね。ブリヂストン全部ハードエイって言います。各チームのタイヤ選択になっているようですが、それが果たしてレースでどういう風な結果を出してくれるかと。ポールポジションを取ったのはハイドフェルド、そしてフロントローにはライコネン、その後ろにはウェバー、トゥルーリ、モントーヤ、アロンソ、バリシェロ、ラルフ・シューマッハ、フィジケラ、ミハイル・シューマッハ、そしてマスター・クルサード、バトン、リビッチー、ビルヌーブ、佐藤拓磨、モンテイロ、フリーザッハー、カーティキアン、アルバースが続いています。ライコネンは若干後ろに構えてて、ラバーをわざとつけてこのフォーメーションスタートするみたいですね。自分のグリードってちょっと後ろ目に今止めてますね。2005F1 第7戦ヨーロッパグランプリ、これから各社フォーメーションラップへと入っていきます。さあ、これで各マシンがフォーメーションラップに入っていくわけですが、河合さん、全車問題なくグリッドは離れましたか？はい、そうですね、はい、残っている車はありません。それから河合さん、非常に、作戦面の、見抜くのが難しくなってきたと思うんですが、河合さんは各チームの戦略、1回目のカラタンっていう基準がなくなっちゃいましたので難しいですね。いろいろな、フェラーリのナイジェル・ステプニーでもいつものように、無駄話をしたんですけど、その辺 で僕、大体意見が揃ったところで、ハイドフェルドが13周目ぐらいじゃないかと、ウェーバーが16ぐらいで、アロンソ・ライコネンというのは22、3ではないかなと思われますね。はい、各チーム2ストップということになりますか？はい、ウィリアムズは3ストップのオプションはあると思うんですけれども、ただ3ストップはあんまりだからといって それほど効率がいいものでもないんで、
取ってくるかどうか分かんないですね。セカンドスイントが伸ばす傾向にあるんじゃないかなと思いますね。このニュルブルクリンクなんですけれども、河合さん、ピットロスというのは何秒ぐらいになりますか？はい、ですね、ロスタイムは、15秒ほどですね。15秒プラス静止時間、うん、これトヨタちょっとそうなんですね、うん、フォーメーションラップの出るときトゥルーリー、はい、これ問題出るかもしれないですけれど、今のところまだ何も出てませんね。ちょっとトゥルーリーに問題があるかもしれないという、今情報ですけれども、果たしてそのあたりがどうなのか。そして今宮さん、はい、ウィリアムズの、まあ、2台が、トップの方にいるということなんですが、やはりスタートがかなりポイントになってくると思いますが、ウィリアムズスタートがね、どうしても今シーズンここまで、流れの中ではあまりいい方ではないんで、その辺がちょっと不安がありますよね。はい、まあ、このニュルブル新しくなりましたから12回行われてるんですけれども、意外や意外でポーポジションはたったの2回ミハイル・シュマハ勝っただけという、まあ、ポジションはいろいろ勝てないというのがトラブルとかいろいろレース展開難しいというのを表していますね、このデータは。はい、やはりこのサーキットでも奇数ラインが有利ということになるんですか？それはもうかなりいいそうだと思います、うん、そういう意味では13579グリッド有利ですよね、うん、そういう意味では13579グリッド有利ですよね、うん、注目 BR 勢はとにかくバトンはまずクルサード、マッサーなんとか、そして佐藤君が16位なんで、ジャック・ビルヌーブには捕まえたくないですね。そうですね、はい、まあ、ビルヌーブがまずスタートで何台かかわすこと、はいはい、うまくいただければそこからです。さあ、ここから上位勢がスターティンググリッドについていきます。まあ、果たしてそのあたり BAR のジャンプアップというのがあるのか、そしてハイドフェルドとウェバー、それに対してライコネンがスタートで、どういう姿勢を見せてくるのか、注目のスタート。まもなく全車がスターティンググリッドにつきます。F1 第7戦ヨーロッパグランプリ、ドイツアイフェル城に見守られ久しぶりに揃った20台、さあ役者が揃いました。ダメだダメだ、あとここは旗が出られています。フィジケラが手を挙げてます。フィジケラが出られない。はいはいはい、これはボード多分出てると思うんですけど、はい、エクストラフォーメーションラップ出てると思う。あ、出てますね、エクストラフォーメーションラップ、はい、エクストラフォーメーションラップですね。フィジケラが手を挙げています。フィジケラがスタートできない、エクストラフォーメーションラップに入ることになりました。F1 の第7戦ヨーロッパグランプリ、今シーズン2度目のエクストラフォーメーションラップ、開幕戦にありましたよね。オーストラリアグランプリでもありましたが、ここはフィジケラがスタートを切れないということで、フィジケラの方にはピットクルーの方がそこにいろ、今こっちから駆けつけるからっていうことです。ちょっと今マーシャルが押そうとしてるんですけども、プッシュできないですね。グリッド立ち往生のままです。はい、さあこれは熊倉さん、まあ、いきなりスタートから波乱が起きるという展開になりました。そうですね、今スターターであるオフィシャルスターチャーリーホワイティングと今ルノーのクルーがそのスターター台の人でちょっとやり合ってますね。うん、うん、今一走が入ったままでニュートラルに抜けないって言ってますね、フィジケラは。となると河合さん、この後は、どうなりますか、レースは。どうでしょう、ちょっと待ってください、はい、今のところ、はい、エクストラフォーメーションラップ、でもこのままだとグリッドが組めないですよね。組めないですよね。マーシャルにシャーシーのトップにあるニュートラルのボタンを押させろって言ってますね。あ、押しました。あ、でも動かない、動かない、動かないな、うん、このままですと。あ、ジャッキ持ってきますね、ジャッキ持ってきます、クルーが、うん、さあジャッキを持ってきて動かそうという動きになっている。後ろ持ち上げてね、とにかく強引に押してしまわないとなんないですからね、セクター2。さあそうしているうちにこのトップのハイドフェルド、ライコネンというあたりが、はい、やっと、はい、さあここでフィジケラの車が動きました。フィジケラがここでようやくコース上からフィジケラの車が出される形になりました。現在エクストラフォーメーションラップが行われています。さあエクストラフォーメーションラップを終えて、もう一度改めてのスタート
ということになります。こちらはチームメートのポジションが来ましたので、ミハイル・シューマッハの前はちょっと左側が空いているということになりますよね。マスの前はガラキ、その後ろにバトン、はい、さあミハイル・シューマッハにとっては少しいい展開になってきたか。アウト側には触れます。第7戦のヨーロッパグランプリ、改めてここからスタートになります。さあ今度はスタートが切られました、うん、ハイドフィルド・ライコネン、さあ果たしてどうなったでしょうか。ライコネンが今ハイドフィルドの前に出たでしょうか。そしてその後ろにはモントーヤ、モントーヤの姿もあります。さあ1コーナー、ああここで接触、モントーヤとウェバーでしょうか。1コーナーで接触、フェラーリは、うん、そしてフェラーリの1台も今、ああここはラルフ・シューマッハです。ラルフ・シューマッハ、去年と同じような展開になっています。ラルフ・シューマッハ、ウェバー、そしてウェバーはまだここで立ち往生。トップを快走しているのは現在ライコネン、そして続いているのはハイドフェルド、そしてトゥルーリです。8位9位バトン佐藤、8位9位に上げましたか、はい、ああここはもう部品が飛んでいます。セクターポイント通過、バトンと佐藤拓磨が順位を上げているということです。遅れたフェラーリをミハイルですね。そうですね、シューマッハですね。こちら今佐藤拓磨のオンボード映像、そしてバリチェロの姿もありました。リッチをかけてますね、佐藤。フィジケラもコース上戻ってます。ピットスタートでフィジケラも戻ったという情報です。さあそしてトップに出たライコネン、ポールポジションからスタートしたハイドフェルド、スタートでライコネンはハイドフェルドをかわしました。あ、これは、うん、これはフェラーリのですか、ね、ミハイルとラルフが両方ともノーズ交換でピットにするんじゃないですか。さあいきなりの波乱の展開、シューマッハにとっては厳しい展開。そしてこちらは佐藤拓磨です。ただ拓磨の、はい、ちょっと遅いですね。遅いですね、ちょっと遅れましたね。佐藤ちょっと遅れました。佐藤拓磨が少し遅れている。さあここにバリチェロがいました。そしてジョーダン、モンテイロというふうに続いていったんですが、ライコネン、ハイドフェルド、トゥルーリ、クルサード、そしてアロンソ、マッサ、リウィッチ、バトン、バリチェロ、モンテイロ、カーティケアン、ビルヌーブ、ダメだ、おかしい、佐藤君ピットイン、タクマピットインですか、はい、5週間置いておいたエンジンというのがやはり影響したんでしょうか。佐藤タクマがピットインです。佐藤タクマピットイン、ノーズ、うん、ノーズですね。何かクラッシュの影響を受けてますね、他社のね。あ、そうですか、はい、まあ、1コーナークラッシュがありました。そこでの影響佐藤拓磨にもあったようです。あ、ラルフヒットイン、ラルフ・シューマッハもヒットイン。さあ序盤からこれは波乱の展開になっています、ヨーロッパグランプリニュルブルクリンク。ラルフもノーズですね。ラルフもノーズ交換、それから、まあ、ミハイル・シューマッハも入るのではないかということですが、さあこのラルフ・シューマッハ現在ピットストップ、佐藤拓磨はピットから出ていったようです。その後続の混乱を受けなかったライコネン、そしてハイドフェルド、トゥルーリ、その後ろにクルサードがいます。レッドブルのクルサード、クルサードは12位から一気に4位にジャンプアップということになりました。ただトゥルーリはあの2番手ハイドフェルドからこうかなり急速に引き離されてますよね。そうですね、現在の状況としてはちょっと気になりますね。まあ、ただトゥルーリはあの接触の影響というのはどうですかね、熊倉さん、受けていたのかどうか。ちょっともう一回ね、あのスロー映像でも出ればね、もう一回チェックできるんですけど、はい、多分その受けてないだろうと思うんですけどね、さあこれがそのスタートの映像ということになりますが、1コーナーの飛び込みでやっぱり上原スタート立ち上がりがもう遅かったですよね、心配されてたことですけれども、ライコネンにも1コーナーの進入時点ではかわされています、はい、そしてここでのクラッシュですが、多重クラッシュになったか。ウェバーとモントーヤが、トゥルーリは大丈夫ですね、はい、そうですね、はい、あ、そして部品を踏んでしまったのがラルフ・シューマッハ、ミハエル・シューマッハもその影響を受けました。モントーヤは今9番手です。こちらはアロンソスタート上のオンボード映像、アロンソ1番ですけどね、はい、でこの目の前でカメラありますよね、ウェーバーとモントーヤがティーボーンクラッシュ、アロンソはギリギリかわしていった形になりました、うん、そしてこちらは佐藤拓磨のオンボード映像ですが、左フロントのウィングがもうないですよね、佐藤拓磨。本当ですね、画面変わっちゃいました、はい、それを先ほどピットで交換したと、はい、いうことになったようです。
さあ序盤から波乱の展開になりましたヨーロッパグランプリ。現在の順位もう一度整理いたしますと、ライコネン、ハイドフェルド、トゥルーリ、クルサード、そしてアロンソ、マッサ、ルイッチー、バトン、バリチェロ、モントーヤ、モンテイロ、ミハエル・シューマッハ、ターティケアン、ビルヌーブ、フリーザッハー、フィジケラ、アルバース、佐藤拓磨、ラルフ・シューマッハ、そしてウェバーはまだ止まっているという状況のようです。あ、それから車降りてしまいましたからね。あ、降りましたか、はい、失礼いたしました、はい。それからしかしレース戻りますと、ライコネンのペースが31秒5、はい、でまあ、軽いだろうと、まあ、みんなが思っているハイドフェルドよりも逃げてますよね。でハイドフェルドが今ファーストテストで31秒323、3位トゥルーリーカーは大きく遅れつつありますね。もうすでに 5.8 秒遅れてますね、はい。またライコネンが一人旅ということになるんでしょうか。いや、まあ、ハイドフェルドがまだもちろん、はい、今ついてますけどね。カーナンバー16ルーリーですね、はい、もう一回ですね、1コーナー。これはトゥルーリの件はあのスタートの直前、アロンソ、ごめんなさい、アロンソラルシュマハに追突されてますね今。あ、通過しましたけど、はい、あ、これはちょっと気になるところですけれども、ブルーのアロンソ、ほらラルフが追突してますよ ね、 すね、画面右の方、はい、はい、画面右、ラルフ・シューマッハの車がアロンソの後ろ側に突っ込んでしまうという形になっていました、うん。それから先ほどちょっと言いかけましたけれども、はい、トゥルーリーの方ですけれども、あのこれはスタート前 の、 あのクルーがどかなかった、離れなければいけない時間ルールですね、はい、ということでペナルティを受けたと。いやいや、まだ今審議中です、ね、審議中ですか、まだ審議中です、はい。さあこちらがそのトゥルーリです。そしてその後ろにはクルサード、そしてアロンソですが、そのラルシューマッハの追突の心配というのは果たしてどうでしょうか。トゥルーリが今大きく置いていかれている形になっています。そしてライコネン、それに続くハイドフェルド、この2台が3位のトゥルーリーカーを大きく引き離す展開になっています。今この前車中一番ペース速いのがモントーヤとミハエルですね、10番手11番手、うん、32秒台、あ、今トップが今31秒台入りましたけど、はい、あのトップ2以外はね、うん、トップ2以外はね、はいはい、トップ2以外で中段で速いのはこの後ろ、ちょうど今バトンまで出てますけれども、その2台ですね、バトン、バリチェロ、モントーヤ、ミハエル、シューマッハというのがリウチを先頭にした7位集団、ここです、ここです、その7位集団です。これをこれがバトン、そしてバリチェロ、うん、これはあのスタートでその多重接触事故、まあ、ある程度予想されてましたけれどもね、はい、ウェーバー絡みで起きたその後ろでの順位変動、ポジション大きく、まあ、佐藤君は残念でしたけれどもね、バトンはポジションアップしたんで、このポジションをなんとか粘り強くジェンソンがキープできるかなんですけれどもね。ハイドフェルドが今ベストです、31秒2、はい、やはりハイドフェルドはあまり燃料を積んでいないということなんでしょうか。さあ振りますよ、インサイド、バリチェロ、さあバリチェロがバトンを抜かしにかかる、そしてバリチェロ、もう一回バトンとバリチェロ、はい、さあバトンも粘っていく、でここ左右切り替わるんで、まだ並んでいる、もう一遍切り替わる、もう一遍切り替わりますけどね、さあどちらが前に出るか、バリチェロ、そしてバトン、サイドバイサイド、もうサイドバイサイドが続いています。これね、後ろからモントーヤ狙ってるし、うん、あ、モントーヤも狙っています。あ、そしてバリチェロはどうやら前に出たようです。バリチェロとバトン、そしてまたモントーヤが狙っている、モントーヤがバトンを狙っています。さあこの集団入れ替わりが、面白くなってきました。そうですね、このヘアピンはインサイド取られますね。そしてモントーヤとバトン、はい、またここはモントーヤが前に出ました。モントーヤ前に出た、バトンはバリチェロ、モントーヤにかわされる形になりました。さあバリチェロとモントーヤがバトンをかわしていった。そしてその後ろにはミハイル・シューマッハがいるようですが、うん、まあ、よく踏ん張りましたけどね、この2人、はい、バットンで、まあ、ウォッチしてますからね、モントーヤはこれチャンスと狙ってますから、ここでのアクセルオンが早いですから、でこの、はい、ヘアピンに向かっての下り坂、ヘアピンに向かってインサイド取ってますから、
7コーナーのヘアピンでモントーヤがバトンを交わしていきました。こちらはトップのライコネン、そしてその後ろマークしてついていっているのがハイドフェルド。今宮さん、ハイドフェルドとトゥルーリの差というのはまたさらに開いているんですか？はい、そうですね、トゥルーリのペースが、まあ、ようやく32秒台という感じですね。ですから、まあ、今年、まあね、何度か見られたんですが、予選でポジションキープしていいとこ取って、まあ、レースはポジションキープでしばらく序盤展開をしていくという、まあ、そういった、はい、トゥルーリトヨタの、まあ、パターンですけどね、はい、4位クルサードとはほぼイーブンなんで、はい、がっちり3位はポジションは守れる状況にあります。その後ろのアロンソとはどうでしょうか、トゥルーリは。あ、いや、あの同じぐらい32秒台ですね、ですか、この集団はトゥルーリ、クルサード、アロンソ、マッサー、リュッチーですね。さあ、その3位以下のグループ、トゥルーリ、クルサード、そしてアロンソ。ドライブスルーペナルティです。あ、トゥルーリですか。はい、トゥルーリはペナルティということになりました。チームメンバーが15秒の時間ルール、15秒前までに車から離れなきゃいけないっていうのを、うん、ご覧の表示です。今出ます。はい、現在画面で表示されています。さあ、そのトゥルーリドライブスルーがだいたい13秒かかります、12秒から13秒かかりますんで、はい、トゥルーリはそうすると、うん、今トップから12秒遅れですから、だいたいモントーヤの後ろぐらい、うん、そうですね、バトンの前ぐらいのところ出るかもしれませんね。なるほど。今だったらですね、ただ自分でもペースあんま良くないんで、はい、彼もうすでにハイドフェルドから10秒遅れてますからね。はい、はい、転倒、各マシンがその順位を入れ替えるという展開になっています。そしてこれはバリチェロがリビッチーに迫っています。今度はバリチェロ、リビッチーを抜いていくかどうか。さあ、バリチェロ並んできた、バリチェロとリビッチー、しかしここはリビッチーが守ったようです。さあ、ここでバリチェロがいった、トゥルーリピットイン、ドライブスルーです。はい、トゥルーリに入ったようです。さあ、バリチェロがリビッチーを変えて、このさらに前にいるマッサを狙っていこうというバリチェロ。バリチェロがリビッチーをかわしています。そして今トゥルーリピットアウトですね。モントーヤのアウトですね。モントーヤの後ろ、はい、モントーヤちょうどバトンの後、あのバトン前かな、はい、そうですね、バトンの前に入りました。そうですね、バトン前に戻った。フルーリはペナルティで順位を急、そのマクラーレンだったんじゃないでしょうか。ウィリアムズは ある意味そのところ狙いで来ましたけどね。さあ、そしてこちらの映像はバトンにミハイル・シューマッハが迫っていこうというところ。うん、ミハイル・シューマッハとフィジケラ、かなり、まあ、重めは当然予想されることなんですけれどもね、はい、ですから1分33秒台ジェンソン・バトンですね。佐藤拓磨も同じように1分33秒台、うん、そのバトンにシューマッハが迫っていきます。現在10位、11位、12位というこのバトン、宮島フェラーリが昨日も触れましたけれども、はい、ストレートラインのトップスピード試験手前310キロオーバー出てますからね。ただ一人310キロオーバーというストレートの伸びはフェラーリ、宮島ありますよね。はい、昨日ね、予選で単独で一人でそこまで単独ですもんね、予選もちろん単独走行ですから、意外に本当クルサードのペースがいいですね。そうですね、ついていってますね。ここへ来るときは、来たときはニュルブルみたいに、ね、このようにコースの長いサーキットでそのストレートもありコーナーもありダウンホースは、ね、目いっぱい必要とする割には長いサーキット、ストレートがある。ちょっと驚いてます、クリティック効率。さあ、来ましたよシューマッハ。さあ、シューマッハがバトンを交わしていこうというところ。入りました、ね、10コーナーですね。さあ、シューマッハがバトンの前に出ました。バトンをかわしてシューマッハが前に出た。これでシューマッハこのままペースを上げていきますと、もう動くか。あ、バリチェロ、バリチェロですか。バリチェロがピットに入りました。しっかりしてたんで
みんなが言うように重くはないと思うんですよ。通常通りだと思うんですね、22とかやっぱり。だからバリチェロはだから昨日本来ずっとコンマ4秒落ちでミハイルより走ってて、はい、でミハイルより昨日早かった、予選タイムでそれだけど、ボンと早いというのが、まあ、これ別に何でも、入りますよ。ここでウィリアムズ、ハイドフェルド12周目ですね、はい、はい、12周目軽いですよね、やはり軽めの燃料だったというハイドフェルド、はい、ライコネンを追いかけていったんですが、ここでピットインです。さあその後ろから走ってくるブルサードですが、おー3ストップぞ、ウィリアムズ3ストップ、噂ありました、噂ありました、3ストップ本当にやるかどうか、正式は、はい、7.1秒、はい、そしてアロンソが今行きました、16周分ぐらいですね、マッサよりは前に出られそうです。アロンソの後ろ、マッサの前に出ました。ハイドフェルドはアロンソの後ろ、マッサの前、河合さん、河合さん、はい、3ストップということですかね、これは。そうでしょうね、16、7周分ぐらいしか積んでないですからね、いや、はい、としたらウィリアムズ燃費感があって16がいいところでしょうね、うん、先ほどのバリチェロですけども22ぐらいいけるかもしれないですから、ビアですね、はい、これがバリチェロが33まで引っ張れるかもしれないですね、まあ、シューマハとバリチェロで言えば、はい、あ、ここですね、これはバトンがシューマハを交わしたシーン、あ、失礼、シューマハがバトンを交わしたシーン、はい、まあ、オーバーデックポイントありますからね、ニューブルは。フェラーリはこれ昨日リハールだけじゃなくてがっかりする意味分かりますね、新しい予選方式になって、だから去年みたいにもちろんタイヤ新品バンバン使えるわけではないんでね、タイヤのタレっていうのはその残ってるタイヤで走るわけだから、ここは2ストップ以外ないんですけれども、まあ、2ストップベストで均等割りがいいんでしょうけれども、ファーストスイントを短くしてきてポジションを稼ぐっていうのをやってくるとは言われてて、みんながタイム見てなんだやってこなかったのっていう風な言い方をしたんですけれども、バリチェロはある程度考えてたんですね。そうですね。バリチェロは多分違う方式で行くっていうのは一つ、ミハルとはちょっとね、今あまり関係がよろしくないんで、うん、っていう部分も、まあ、コンペスターとしていこうという、まあ、しかしちょっと触れたいのはアロンソがまた、まあ、クルサードの本当に1秒後方ですかね、この位置ですけどね、はい、ここで今なんても全然無理してないラインでもってですね、確実にその終盤中盤にレース備えているという、本当に彼今9レース連続入賞中なんですね、フェルナンド・アロンソ、ここで入賞しますと10レースということになりまして、10レース連続入賞というのは F1 では相当珍しいです。史上11人12人という、あ、そうですか、ワールドチャンピオンはそれくらいの連続入賞ができる力が一つの条件ですので、本当に最近のこの昨年からの通算なんですけれども、9レース連続入賞というところに、このフェルナンド・アロンソのチャンピオンシップに対するね、有力、いよいよ有力になってきた、もう3分の1過ぎますからね、今日のレースで、シーズンも、うん、はい、ライコネンかモントーヤか、ライコネンも21秒クルサードに対して、はい、集団の中にいるんで、モントーヤかな、はい、でもあ、ここできますね、ライコネン、ライコネンが入ります、ライコネンがピットイン、トレンド予測結構上回ってます、覆されてますね、うん、面白い展開ですね、はい、ライコネン18周目のピットインということになりました。静止時間は9秒1、さあ後ろからクルサード、そしてアロンソが抜けていきました。次40周目ですね、綺麗なほぼ、まあ、等分に近いですね、はい、ライコネンはアロンソの後ろに入っています。ライコネンがワンストップを終えています。そしてハイドフェルドもワンストップを終えています。トゥルーリ入ります、2回目、まあ、実質9人としては1回目ですけどね、はい、ルーリは先ほどペナルティ受けました、ドライブスルーのペナルティ、クルサード、バットン、フィジケラ、
クルサードがピットインして、そして出てきてバトンの前に出てくるという形になりました。これバトンはクルサードかわしたかったですね。これかわしとかない、かわしとけばこれ重いんですよね。だから今あのだからクルサードがメリットが生かせない。今軽い状態なんですけど自分はね。そうですね。だからさっき31秒台飛び込んだんですけれども、またつまりそのクルサードのスローペースに付き合っちゃってますね。抑えられてしまっているという形になっています。はい、さあそしてかわしていく、フィジケラがかわしていく。バトン対フィジケラですが、フィジケラが前に出ました。フィジケラはこのもうスティント最中ももっとね早くやっぱ走りたいでしょうからね。フィジケラが入りますね。さあここでフィジケラがピットに入ります。カーナンバー14、これはクルサードスピードに入るか。クルサードに対して何か出ていたようですが、ピットロードのスピード違反だとすると痛いな。そしてここでフィジケラがピットインです。フロントまあまあリアタイヤなんですけどね。うん、まあまだはい、静止時間は 10.5 秒。フィジケラ積んだというか今ちょっとルノーにして遅いんでしょうね、作業が。そうですね。ここでアロンソ入ですね、はい、やっぱり一番重いのは。そしてトップを走っていたアロンソが入ります。 BR ですね、はい、さっき後ろの方でちょっと小さくリアタイヤ映ってたのが見えましたけどね、レース半ばに近くに差し掛かった状態であのぐらいだったらモナコの時でかなりマシですね。やっぱりさあそしてクルサードにドライブスルーのペナルティーが出たようです。ああバトンも入ります。クルサードバトン、そうですね、ここですね。ここがクルサードがドライブスルーで、はい、これはペナルティーで入っている。はい、痛いですね。これでまあビルヌーブと佐藤拓磨を除いてはまず1回目のピットストップが終わったということになりますが、その順位がライコネン、ハイドフェルド、アロンソ、そしてバリチェロ、クルサード、マッサ、ミハイル、シューマッハ、モントーヤ、そしてリビッチ、トゥルーリー、バトン、フィジケラ、ビルヌーブ、佐藤拓磨、以下ご覧のように続いています。拓磨は確認できませんでしたけれども、だから最初入った時ちょろっと足したかもしれないですけど、ね、あそうですね、あのノズコ感じに。それほどあの2人 の、 あの作戦の違いバトンとのね拓磨君との差は大きくはないと思いますので、亀の子より年の佐藤拓磨ピットインです、はい、佐藤拓磨ピットインです。佐藤拓磨が入ります。ここでピットインです。これでタクマは、まあ、1回、スタート直後に入っていますから2回目ということになります。 8.6 秒の静止時間。そうですね、フィジケラの後ろ、ラウシュマッハの前という前かな、ギリで前でないかな、さあそのあたりどうでしょうか。はい、